皆さんこんにちは。希望の日本再生チャンネルということで、今回は赤尾アルミの経営者でいらっしゃって、かつ参政党のアドバイザーでもあります赤尾由美先生をお招きいたしました。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと先生だと恥ずかしいので、赤尾さんか由美さんでお願いします。わかりました。じゃあ、はい、赤尾さんとお見せればいいわけですね、はいはいはい、で赤尾先生ね、あやっぱり、はい、先生って言いづらいですよ。もともとおじさんが赤尾美人さん、ね、そうですそうです、はい、赤尾美人先生がもう僕から見たらもう大先生、はいはい、大先生どころか、はい、その大先生のさらに上の超先生っていうふうな思いがありましたんで、やっぱ赤尾さん言いづらいな。じゃあ由美さんの方がいいじゃないですか。余計に言いづらいですね。まあ、頑張ります。はい、はいはい、ということで、今回ですね、赤尾先生をお招きいたしまして、いろいろ現在の問題点と、そしてまたどうすれば日本が良くなるのか、日本が変わるのかといったようなことを、これ経営者としての目線と、また政治に関連している方の目線と、両方の視点からいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。ということで、早速始めたいと思うんですけれども、はい、実際にこう企業を経営してらっしゃって、この30年間、はい、って言った瞬間に、多分画面の向こう側の皆さん方も、本当にはーですね、ため息が、はい、どうなんですかね、はい、ちょうどですね、私が亡くなった父から会社を継いだのが27年前だったんですね。ですからもうほぼほぼこの、うん、デフレ真っ只中を共に歩んできたというような形で、はい、まあ、私としてはですね、まあ、製造業の現場で、まあ、27年間やってるんですけども、うん、で一応会社は潰さずに来れました。しかし、うんうんうん、じゃあ日本の経済に何か貢献したのかっていう振り返るとですね、はい、なんかデフレに貢献しちゃったなっていうふうに思うんですね。ほうほう。でその心はですね、はい、やっぱり社員の給料を上げることができなかった、コストは削減しかしなかった、はいはいはい、なかなかね、なんていうんですか、品質をアップしていくような設備投資ができなかった、まあ、壊れたらもちろん直すとかそういうのはあるんですけども、なんかこう前向きな投資ができなかったとかいうことを、そしてもう本当に節約節約で27年間来たんですね、はい、だからなんとか自分の会社は潰れなかったけれども、じゃあこの27年間30年間振り返った時に、はい、私日本に何したんだろうと思ったらですね、デフレに貢献しちゃったわけですね。だからそういった意味ではもう本当になんか、まあ、合成の誤謬というか、うん、はい、自分たちの会社を守ろうとするとやっぱり全ての、まあ、ほとんどの、ね、会社が、まあ、なんだかんだデフレに貢献しちゃったのが、まあ、この30年かなというふうに思いますね。ってことも守るだけじゃダメだよと。そうですね、そうですね。ただやっぱり企業ができることって限界があるので、やっぱり政治的ないろんな経済政策っていうところがどうしても必要になってくるんですけども、まあ、今日は一応その経営者 の立場から、はい、まあ、政治は抜きで、じゃあ経営の現場としてね、その本当にどういったことができるのかなっていうのを大凪先生とこう探り探りやっていきたいなというふうに思います。ありがとうございます、はいはいはい、その実際にこう経営の現場においでになってらっしゃって、うん、もうこれも全国の多くの経営者の皆さん方が同じことを感じてらっしゃると思うんですけど、うんうん、その現場で働く側と経営者側とのギャップっていうのはどういうふうなところか、うんうんうん、それも本当にね、ここを申し上げたかった一番大きいギャップなんですけども、はいはい、昔は日本的経営といって、その、もう社長がお父さんでもね、社員が家族みたいな形でこう、はいはいはい、要するに家族経営的に仲良くやってきたわけじゃないですか、はいはい、でもですね、本当にこの30年間一番何が壊されたかっていうと、うん、なんか経営者と労働者という分離ですよ。その意識の分離がもう政府のいろんなありとあらゆる施策で、もうどん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 そこが分離するようなことばっかりこうやられてきたので、まあ私としては本当にずっと社員を子供のように思っていますし、そういうふうにやってきたつもりなんですけど、ただどうしてもこう政策としてはこうなんかいちいちこうストレスチェックしなさいとか、あるいはなんかもうなんですかね、なんかこうちょっとね強めに怒るとパワハラですよと言われてみたりですね、はいはいはい、どうしてもこうなんか古き良き経営がしづらくなってきてるっていうのがすごい実感としてありますね。一昔前まで本当にこう会社っていうのは家族、うん、本当ですよ、そのものだったし、はいはい、終身雇用で、うん、とにかく一度就職してしまえばもうある意味一生安泰、うんうんうん、で定年退職した後は企業年金をちゃんともらえて、うんうん、老後の生活もまだ安泰、うん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 、でそれどころか企業っていうのは、うん、これ、まあ、江戸時代の商店もそうなんですけど、うんうん、
とにかく人をたくさん雇う、うんうんうん、で従業員がたくさんいるところっていうのは売上が大きい小さいよりも、うんうんうん、たくさんの人を雇ってるっていうことがやっぱりお大様の、うんうんうん、まあ、条件とされていた、うんうん、でたくさん雇うってことはやっぱり中には使い物になるような人もいるわけで、まあ言いにくいことがあってもね、うんうん、でもそういう子たちっていうのはもうあの表玄関の前に水をまくだけでもいいから、うんうんうん、とにかくお前しっかりやっとけっていう、うんうん、まあ、そのような形 でやっぱりこういろんな人たちをたくさん面倒見てくれる、うん、で面倒見られてる側も、うん、あの自分たちがそこで人手が多いわけだから、だからそういう中にあってそのどうすればこれだけたくさんの雇用っていうものを保っていくことができるのか、うん、だからそうするとやっぱり他の店にはないような付加価値、うん、サービスっていうものをお客様に提供しなくちゃいけないと、うんうん、いうことをみんなで考える。でまた一人一人がやっぱり自分が成長する、より多くのお客様と親しく接することができるように、より良い、よりもっと良いものを作ることができるように一人一人の人間が成長していく、でそうやって全体が成長することによってお客様によろもっともっと喜んでいただこう、うん、結局それそのことが企業としては品質競争になる、はいはいはい、結果としてですね、結果として、はいはいはい、価格競争ではなくて品質で勝負だというふうな方向に向かっていく、これがあの現代の経営というのは全く逆で、そうですね、価格競争なんですね、はいはい、でそうするとその社員の首は早く切った方がいいってで社員よりもアルバイトやパートさんの方が雇いやすいという状況になってくる、うんうん、でそうするともうだからそうするともうそのより多くの人を雇用して、で一人でも多くの人たちと一緒に未来を築いていこうよみたいな考え方っていうのはもうそもそも非常にこう通用しにくくなってる、うん、そうなんです。で私も本当そういうことを目指してたんですけど、結果から言うとそれ残念ながらやっぱりできなかったんですね。で私がそれを本当に先ほど、はい、まあ、この、ね、あの27年間振り返ってデフレに貢献しちゃったって言いましたけども、はいはい、あともう一つはですね、そのあの古き良き日本型の経営スタイルを捨てて、はい、どちらかというと欧米流に寄せて、はいはい、やれ実力主義だ競争だっていうふうにやっていかないとですね、まあ、会社潰れてしまうので、もう私も本当にできれば、はい、なんていうんですか、いろんな能力の人がそれぞれいていいし、でなんならあのそういう人たちもあんまりこうなんていうんですか、あの給料に差がなかったりして、こうみんなでとにかく成長していきましょうっていうような、あの経営を目指してたんですが、残念ながらですね、今どういう状況かっていうと、やっぱりできる人は若くてもそのポジションにつけるとか、あるいはちょっとあのいろんなことが苦手っていう方は、まああの年に関係なくずっと同じことをやっていれば給料はそのまんまとかですね、どっちかというとうちも実力主義の会社になってしまったんですね。で本来は私あんまりそういうのって日本的でないなっていうのはずっとこう心に引っかかってたんですけども、ただやっぱり一あの、まあ、会社を潰さないように守るためには、うん、やっぱり西洋流の競争社会に寄せていかないとですね、そうですね、はい、もう本当に潰れてしまうという、うん、本当に厳しい状況でしたね。ある意味ジレンマ、ね、あ本当です、本当です、本当にそうです、うん、そのジレンマが生まれてもですよ、うん、経済全体が成長してくれて、はい、で会社も大きくなって、うん、でもう利益もバカすか上がるようになって、うん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 、っていうことであれば、うん、まあ、それはそれで一つの、うん、あの方向としていいのかなとも思うんですけど、うんうんうん、そうやって寄せていって寄せていった結果、うん、それぞれの会社さんもそうだし、うん、日本経済全体見た時にも全く成長がなくてずっと横ばいになってそう、もう横ばいところはもう下がって、もうで気がついたらですね、はい、なんかまあ例えばうちなんかはまあ中小企業ですから株は私が持ってるわけですけども、大手企業なんかは挙句の果て株主までね外国人になっちゃって、はい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 、で気がついたら誰のために日本全体働いてるのっていうの状況が、まあこの30年間なのかなっていうふうに思いますね。ですよね。なんでそんなことになっちゃうんですか。まあ、やっぱり政府がそういうふうにこうわざとやってるのかなと私は思いますね。政府はどうしてやっちゃうんでしょう。まあ、あの、まあ、ちょっとその構造的な問題を言うと、はい、やっぱりどうしてもこの日本ってまだ独立してないのかなっていうふうに思ってまして、いろんな意味で、はい、で、あの、あとは何ですかね、その国境を越えた、うん、あのやっぱり大きなそのグローバルの圧力っていうのはありますから、はい、まあ、やっぱりそういったあのグローバル競争の中で日本はずっと負け続けてきたのかなっていうふうに感じますね。で、あの、これも私の、あの経営の先輩の方がおっしゃってたんですけども、はい、あの向こうはね、その経営の、教科書の1ページに何て書いてるかっていうと、はい、なぜ自由競争をするのかという定義が書いてあるそうなんですよ。ほうほうほう。で、さすがね、西洋人はあのまず自由競争の定義から勉強するわけですけども、はい、その答えは寡占企業を作るためってちゃんと書いてあるそうです。つまりもう本当にこう、あの、はい、
まあ、例えば飲み物だったらコーラだけとかね、まあ、あまり商品名出しちゃいけないですけど、うん、まあ、なんとかだったらハンバーガーだったらあれだけとかね、はい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 、まあ、そういうふうに、まあ、1位2位の会社を作って、うん、まあ、要はこう一社がこう大儲けするっていうために彼らは自由競争をしてるんですけども、うん、はい、日本はそのグローバルの自由競争の海の中に無防備にも飛び込んでいって、うん、それで日本人はなぜ競争するんですかって言ったら、先ほどのね、お話じゃないですけど、はい、切磋琢磨してお客様にいい品質のものを1円でも安く提供するためになんて言って、うん、はい、お花畑のままそのグローバルの海に飛び込んでいって、うん、まあ、根こそぎ剥がされてちょっと競争に負けてしまったのかなと、無防備に本当にグローバルの海に飛び込んでしまったことと、あとはそういうふうにわざとやっぱり政府が誘導していったのかなっていうのはありますね。このずっとこう法律とか政府の方針とかそういうのを見てるとですね、それは日本的経営の良さっていうものがむしろそのただの古い衣であって、うん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 、その古い衣を脱ぎ捨ててその西洋型の経営が素晴らしいんだというような概念が非常にこう広がっていって、うんうんうん、多分ほとんどの人がそう思ってます。勘違いしてますね、はい、まだ勘違いしてると思いますね。で、はい、じゃあその日本的経営だっていいとこあるじゃないかっていうと、出せよそんなものみたいな話になったりする。じゃあ本当に日本型経営ってそんなにダサいもんなのか、つまんないものなのかといったら どうですかね。いや本当はだから西洋人はそこをずっと研究していて、はい、でそれが日本の強みだからそれを壊してきたんだと思うんですね、うん、例えば終身雇用ですとか年功序列ですとか、はい、まあ、そういったものが強みになってるから、じゃあそこをこう分断して壊していこう、うん、そうすればまあ、日本は本当にその戦争に負けて一回、うん、沈んだわけですけども、ぐっとその後経済で盛り返していって、はい、その後そこの良さを全部また壊されて、まあ、多分私はプラザ合意ぐらいから、まあ、どんどん1985年のプラザ合意ぐらいからどんどんいろんな日本式がいろんな根こそぎ壊されていったんだと思うんですけども、そしてまあ、日本型経営っていうのは古いんですよっていうふうにわざとこう宣伝して、でそこが本当は日本の強みであるし、はい、そこが本当はグローバルスタンダードになれば、こう変な競争で勝ち抜いていくっていうよりは、はい、みんながそれぞれ役割を果たして、はい、幸せのうちにみんなが豊かになっていくっていう、うん、本当のいい社会ができると思うんですけども、うん、多分ここはもう小柳先生も一緒の考えだと思うんですけども、はいはいはい、いや、そうなんですよね。だから日本というのはもともと庶民文化の国だと思うんですね、はいはい、これは国家最高の存在が政治権力者ではない、うん、世界中どこの国でも、あるいは歴史上存在したどの国でも、うん、全部がそうなんですけども、うん、国家最高の存在って権力者じゃないですか、うん、で一番偉い人になっちゃうと絶対責任取らないんですよね。いや王様あなた間違ってますよって言うと、やかましい、お前は牢屋に入れって済んでしまう。でこれは良くないよねっていうことで、日本で生み出された方法っていうのが、権力者よりも上位に、うん、天皇という存在を置こうじゃないか。で天皇っていうのはだから政治権力を持たない、うん、政治権力を持たないんだけれども、でも政治権力者よりも偉い。でその天皇の最大の宝物は何かというと、一般の民衆なんだ、うん、民衆の一人一人がみんな宝物なんだ。そもそもその統治の形っていうのは、高野原の統治の形をそのまんま、真似したっていうのも、そのようにしなさいと言われてやってるんですと。もう写し鏡ですよね。これ天照様、大神様から言われてるんですよ、うんうん、一般の民衆っていうのはただの雑草じゃないんだ、うん、一人一人がもう全員八百万の神々と同じなんだ。そもそも昭和天皇ご自身がね、雑草という名の草はない、うん、ね、みんな名前がある、うん、一人一人もう全部名前がある、うん、そういうことが一番大事なんだよって、これが日本のある意味原点としてあって、だから一人一人が大切にされてるから、企業も、うん、社員を雇うっていう場合、それはその一人一人の社員は天皇陛下の大御宝であり、かつ親御さんから見た時に、一人一人はやっぱり親から見たら一人一人全員宝物、うん、少々出来が悪かろうがどうしようがみんな宝物、うん、その宝物をお預かりしてるんだから、この宝物である一人一人が本当に全員が豊かに安心して安全に暮らすことができるようにしていこうじゃないか、それをみんなで力を合わせて実現していこうじゃないかっていうのが、これが
日本型経営。いや本当そうです、もう本当、本当そうです、はいはい、それの復活をしないとですね、はい、やっぱり日本は本当の意味で強くならないし、はい、もうあのもうむしろそれをグローバルスタンダードに広めていった方がいいというふうに私は思ってるんですけども、はい、ですよね、はい、だってあのそういう体制であるからな、何が違うのか、もう非常に簡単な部分で、うん、同じように工場で働いてる、うん、で、まあ、一緒になって旋盤回してると、で一緒になって旋盤回してるんだけど、隣にいる兄ちゃんが、うん、なんかこうやってる最中にこう、まあ、あっち向いたりこっち向いたりして、うんうんうん、で手元がこう、うん、やっぱり そのたんびに歪んでる、うんうん、お前ダメじゃないか、お前あの旋盤やるときにはちゃんとまっすぐ品物見てなかったら、うんまあ、品物歪んじゃないか、うん、と言って隣にいる工員さんが注意をする、うんうんうん、これあの日本では当たり前のことなんだけど、はいはい、世界ではありえないことなんです。そうなんですよね。そうなんですよね。はい、あの一人一人が上の人に上のボスに雇われてるだけで、よその人の面倒まで見るなんて契約条項に労働契約に入ってない、うん、だから人のことなんかもう一切構わない、うん、もう隣で鼻を玉尻で旋盤こんなになってやっていようが、ああああやってサボりながらやれるんだ、じゃあ俺もやろうかなくらいの、うんノリになってしまう。そうですよね。あと、はい、製造業では後工程はお客様っていう言葉があるんですけども、はい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 、自分がこう作って後工程に出すときに、本当にお客様に出す気持ちであの出すっていうのが、まあ、製造業の基本なんですよね。だけどあの、ね、多分他の国では、まあ、自分がやったらポイってもう次に後の工程はお任せみたいな形で、まあ、それがどうであろうと、とにかく流すっていうのが、はい、まああの他のやり方だと思うんですよね、はいはい、それじゃあもうまともなものできるわけじゃないわけ で、 はい、でやっつけ仕事で、はい、とりあえず形だけで新しいものも生まれない、うん、新しいものを生み出すっていうのはたまたまリーダーがもう新しいものが大好きで、うんうんうん、それこそあのジョブズさんみたいにね、もう自分がもうこういうものを作りたいんだっていうふうな情熱があったりすると、うん、その情熱に引っ張られる形で、うん、それは一つの事業として成立することはあるけれども、うん、でも本当にそれがお客様に喜ばれるようなものにどんどん進化していくかどうか、うんうん、例えば自動車っていうのがこう大衆化したのはやっぱりフォードっていう会社が大衆自動車を出したっていうことが一つのきっかけであったけれども、でもフォードの T 型フォードっていうのを出した当時の自動車のままでは、うん、多分今乗る人いないですよね。まあ確かに乗り心地悪くて、だからもうどん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 新しいものより良いものへというふうにシフトさせていく、でそこにこう常に創意工夫がある、うん、だいたい新製品を出すと問題点って、うん、あの最低3000あるんですよね。おー、そうですか、はい、で必ずそれはあるんだって、はいはい、どんなに完璧な仕事をしても完璧な仕事をし終わったと思ったその瞬間に3000の問題が現れる、うん、で新しいことを始めた時にはこの発生した3000の問題を一つ一つ全部クリアしていく、うん、で全部クリアし終わると、うん、新しいものが出来上がる、うん、でも出来上がったら今度はまた次の3000が現れるっていう、うん、このいたちごっこの中で、うん、どんどんこう進歩させていくっていうのが、これがいわゆる、ものを作る、うん、ものづくりだっていうふうに、まあ、教えてくださった方がいるんですけども、その問題点が出てきたというときに、それをみんなの問題として解決しようとするのか、たまたま経営者がこんなに問題があって、ダメじゃん、こんなに問題があるのか、ダメじゃないか、工場は一体何やってんだ、お前たち、クビそうそうそう、これでは多分いいもの作れないと思うんですよね。そうなんですよね。うん、ね、なので本当にこう人を大事にして人を育ててきたのが日本型だったんですけども、はい、ところが今政府が進めていることは雇用の流動性ですよね、うん、でこの間も岸田さんが発表していたのは、はい、こうなんていうんですか、退職金の方にこう長く勤めた人の退職金にまで課税するみたいな話も出てましたけど、はいはい、本当に政府はですね、なんかこの雇用の流動性みたいなこう綺麗な言葉遣いを使って、うん、なんかこうどんどんこう人を辞めやすいような環境をどん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 作っていって、うんうん、で企業側もですね、なんかあじゃあもう本当に特会引っかいでいいのかっていうような、うん、だんだんスタイルになってきてるわけですね。特会引っかいになっちゃうんだったら社員いらないですよね。そうなんです、パートさんとアルバイトで十分だって話ですよね。そうなんです、それってもっと言えば奴隷労働、うん、本当にそうみたいなもんですよね、はい、みんなと一緒になって一体となって新しいチャレンジをしていこうなんていうものはまず
生まれてこない。そうですね。で、挙句の果て、その今度は日本人側もですね、そうやってこう、はい、こう現場で一生懸命働くっていうことにやっぱりこう、はい、美徳を感じなくなってしまってるので、まあ、そういうふうにも教育されるし、マスコミからも言われるし、はいはい、政府にもそういうふうに誘導されるので、はい、なんかこう厳しい現場はきっとブラック企業に違いないみたいなふうに思ってですね、で簡単に辞めてしまったりとか、あるいはもうその例えばうちなんかのものづくりでもそうですけども、はい、あと一次産業の農業とかですよね、もう常に人手不足なわけですよ、はいはいはい、もうそして困ったことにそこに外国人が入ってくると、う、まあ、そういったのが今 の困った現状なのかなというふうに思いますね。つまりどうやら日本経済が停滞したこと、そして企業がずっとデフレのまんまでなかなか成長できないでいたこと、その根っこにある原因というのは国自体が作り上げている、政治が作り上げているということらしいというところまでが分かりました。その政治がなぜそういう方向に触れてしまうのか、これにつきまして続きは次回にお話を伺いたいと思います。赤羽先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。